めました。これ3投目だったんですかね。水平移動で当たったけど乗らなかったんでエギを変えます。他の気配はね、あんまりないんですよね、今日ね。で、上にちょっと浮いてるのが、小さいのがいるんですけど、よいしょ。ブルブルマンボウで釣れました。オスですね。エギを変えた途端でしたね。あんまり大きくはないと思うけど、あ、今日は小さいな。前回みたいに同調に23センチとかいかないですね。いきなり来ましたいきなり、よいしょ、はい、釣れました。メスですね。今日はサイズが上がりませんね。今日の釣行はこれで終わりたいと思います。釣果としては5杯です。300から400というところだと思います。今日の特徴はですね、追ってくるイカがほとんどいなかったですね。だいたい底付近ですよね。秋イカ独特のね、あの竿先をビュッと持っていくあたりがね、何回かあったんですけど、もうそれ全部外しちゃいましたね、うん、だんだん良くなっていくんじゃないかなと思います。